今回はですね、ちょっと趣向を変えまして、連休明けに、初めて東武動物公園に行ってきたんでね、ちっちゃいカメラでも結構楽しめますよというガイドも含めて、大人のための東武動物公園というのをやってみようと思います。計算通りですね、こんだけガラガラ、もうバッチリですね。で、今回、カメラ3台持ってきまして、どれも手のひらサイズのちっちゃいカメラです。でかいのはやっぱ辛いんですね。西ゲートの駐車場もガラガラでしたけど、入るとまずこの厩舎があるんですね。で、一番手前にから顔出してたこの人が、まあ、なんちゅうか、美人というか、非常にいい顔で、好感持てましたね。で、そこの先がバードドームって言うんですけど、一部もうなんか鳥インフルエンザが怖いとか言って閉鎖されてまして、空いてる方もですね、このように網が邪魔でですね、ちゃんと取れないんですよね。で、とにかくその網、ちっちゃい網の隙間にこうカメラをなるべく近づけたり、から遠くの方だけピントがなるべく合うようにとかね、その場合こうマニュアルフォーカスに切り替えるといいんですけれども、まあそれでようやくこんな感じですかね。手前にこれ網があるんですが、まあ少しはボケたかなと。で、そういうのを見計らってか、こう下からこうアクリルのこうドーム越しにも見上げるようにもできてるんですけど、このアクリルがもう真っ白にもう曇っちゃってて、が汚くてですね、撮ってもこんなもんなんですね。これはやっぱり檻の外から檻をなるべくぼかしてこう撮るっていう感じですかね。これはもうかがんでなんとか顔のとこまで撮ったっていう。隣の、檻にいたコンドル、これも手前にはこう格子があるんですけれども、なるべくそれをぼかして望遠で撮って、この程度と。まあこういうのもね、巨大なでっかいカメラで超望遠レンズで撮ればもっといけるのかもしれないですけど、まあ小型このね、手のひらサイズのカメラでもまあこのぐらいはいけますよと。もちろんスマホじゃ当然無理ですね。目が赤いんですね。すごい顔してますね。これはもう閉鎖されてたケージの向こうの方にいたのをやっぱり超望遠で撮ってますね。で、その先が、日本のまあ里山動物みたいなコーナーがあって、タヌちゃんね。かわいいんだよね。タヌキは本当に面白くてね。犬より絶対面白いんですけどね。まあ、連休疲れなのか、まあ昼間はこんなもんなのか。狐かわいいね。これがね、まあ、こんな犬がいたら一緒に暮らしてみたいなと思いますけどね。まあこの鹿もまあ、目は開いてたけど、だいぶ眠そうですね。皆さんこう連休中にわーっといっぱい来て疲れちゃったんでしょうね。でもお昼ずいぶん過ぎてたんですけど、食べてるかなと思ったんだけど、ここはスルーして、その隣のレッサーパンダも全く見えない。その次がまあアメリカバイソン。いいですね、この感じの方。でかい動物がのんびりしてるのって一番好きだな。まあこの人もだいぶ眠そうですね。で、まあその隣がビーバーなんですが、何ですかねこれは。まあね、アメリカの人たちはみんななんかおおらかというか、ちっちゃいことは気にするなみたいなところもあるのかな。
誰かに似てるんだよね、この顔。誰だろう。テレビでよく見るような気がするんだけど。で、こんだけふさふさしてるとビーバーっていうね感じがしないんですが、牙っていうか歯はすごいね。ただ水にこう入ってるやつをこう見るとですね、毛がピターっとなってて、まるっきり違う動物に見えましたね。こういう感じになるんですね。全然違う表情になるよね。で、その向かい側、鳥挟んで向かい側がペンギンのコーナーなんですけれども、アクリル越しにこう泳いでるところも見られるんだけど、アクリルがちょっと汚いっていうか水が濁ってるのかな。で、まあ上の方からこう見下ろすこともできるという感じで、こんなね感じですね。まあこれがね一番ペンギンらしいショットなのかな。でも実際にはこういろんな格好したりいろんな仕草したりしてるんですね。まあ仲がいい2人なんですかね。ちっちゃいカメラでもね、望遠が効くとこういうのが撮れて楽しいよっていうことですね。これはアクリル越しなんでかなり曇ってたんですけども、まあ画像ソフトで後から補正してますね、だいぶ。で、これはなんか全然模様がまだはっきりしてないんで、生まれてそんなに時間が経ってないのかなって思いますね。1羽だけね、いましたけど、結構寄ってきたりして可愛かったですね。で、まあ、あんまり長くなると、飽きるという人もいると思うんで、まずその1ということで、その2に続きます。